足を使うわ。首を伸ばして、これで三つ編みにするわ。これ完成。リボンを頭につけて完成。次はこれ。これ何？ライトストーンを取って髪につける。すごい。いくつかつけたら完成よ。キラキラしてる。服もおしゃれ。ありがとう。次は僕。メイク道具はこれを使ってぬりぬり。オッケー。次は櫛を使って髪を溶かして、オッケー。髪型はお団子にするよ。結んでまとめる、オッケー。髪飾りはこのムーンスタークリップつけて完成。サンサンもかわいい。よーし、僕だってメイク道具は全部使う。オリア、オッケー。ルモリン大胆。次は櫛を使って髪を溶かして、オッケー。髪型はお団子にするよ。結んでまとめる、オッケー。髪飾りはこのダイヤモンドクリップクリップつけて完成。僕たちもライトストーンをつけるよ。それおりゃー、キラキラだー。ゴージャス。二人とも上手ね。せっかくだからパーティーしよう。食べ物欲しい。紙とペンを用意するわ。まずは大きく丸を書いて上にどんどん書いていくわ。クリーム書いてろうそく書いたら色を塗るわ。それー、ケーキの完成よ。ケーキ大きい。丸書いてその中にも丸たらっと垂らしてオレンジと茶色で塗っていくよ。それードーナツの完成。次は僕。お皿を書いてこう書いて垂らす。黄色と赤でそれ、オムライスの完成。かかか、みんなお絵かきに夢中だな。いたずらしてやろうっと。このキラキラを奪うか。じゃない、これがなんか、なにこれ、ぐちゃぐちゃに荒らされてる。なんでリカちゃん、おしゃれもなくなってるわ。かかか、俺様が奪ったぜ。ナイズ、返してよ。やだ、こっち返して。じゃない、あ、待て、行っちゃった。返して。じゃあアクセサリーもお絵かきしましょう。紙とペンを用意するわ。割らせてカクカクに描くわ。線を描いたらダイヤモンドの完成よ。僕はこう描いたらハートの完成。僕もやりたい。丸描いてひだを描く。赤と黄色で塗ったら僕みたいなアクセサリー完成。サンさん、とっても素敵ね。髪型も変えましょう。三つ編みをして、こっちも三つ編み。アクセサリーをつけたら完成よ。くるりんぱしてボリュームを少しつけたらオッケー。アクセサリーをつけて完成。片方に束ねて止める。アクセサリーをつけたら完成。みんな素敵にできたわね。これからみんなで作ったものでも食べましょう。いただきます。もぐもぐ。とっても美味しいわ。むしゃむしゃ、最高だ。もぐもぐ、美味しい。かっかっか、これ奪ったけどどうしようかな。うわー、あら、何かしら。あ、これ奪われたメイク道具だわ。本当だ。なんでこんなところに。とりあえずよかったわ。せっかくだからメイクもしましょう。ぬりぬり、楽しいわね。僕もぬりぬり。どう、綺麗になった。僕もする、ぬりぬり。おしゃれするのって楽しいね。今日遊んだおもちゃはリカちゃんキラメイク&キラ髪サロン。メイク道具がいっぱい。ライトストーンで髪を可愛くしちゃおう。みんなも遊んでみてね。質問タイム。みんなはいつもどんな髪型にしてる？コメント欄で教えてくれたら嬉しいな。ね、サンサンのお絵かき教室。みんなコマンタレブー。今日は桜の絵を描くからみんなも真似してみてね。まずは真ん中に小さな丸を描くよ。そこから5本線を引く。線と線の端を合わせて花びらを描く。
これを全部描くと簡単に桜が描けるよ。間におしべを描いていこう。たくさん描いてみよう。おりゃー、それ。これに色をつけていこう。桜といえばピンク。桜も種類があって、日本で一番多いのはソメイヨシノっていう種類だよ。僕はしだれ桜も好きだな。風になびくと花びらが散るんだ。とっても綺麗だよ。桜と梅と桃の花がよく見分けがつかなかったりするよね。そんな時は花びらの先端を見るといいよ。桜は先端が割れてるし、梅は丸い花びらだし、桃は先端が尖った形をしているよ。最後に黄色で塗って、上手に塗れたかな。質問コーナー。ジャック何がいてるの。ジャックの中身はまだ内緒だよ。次、ファンファン誕生日何月。3月3日だよ。次、カマリンは男ですか。僕は男だ。次、カマリンが熱を出したらどうするんですか。あったかい雨が降るかもね。次、ノイズは好きですか。いたずらしなかったらもっと仲良くなれるかな。それは無理だな。なんでさ。みんな質問ありがとう。みんなからの質問は LINE で待ってるよ。コメント欄の青い文字を押すと僕と LINE でお友達になれるよ。みんなからの質問いっぱい待ってます。 LINE 僕たちと LINE でお友達になってくれたらとっても嬉しいな。くまりん、この画面って知ってる。なにそれ。僕の顔を押してフォームを押してみてよ。目が白くなってるサンさんは何人いるでしょうか。よー、ここと、ここと、ここだ。まだいるよ。どうしよう。分かったらスタッフで答えてみてね。こんな感じでホーム画面では間違い探しとかクイズをやってるよ。楽しみ。動画のお知らせをしたり、何でしか知れない僕たちのことも教えてるよ。これは何。見てくれてるみんなに協力してやってもらう企画だよ。新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったら